はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は鈴木千尋、平本蓮、ヤーマン戦をアマチュアと猛烈批判。堀口教授の本物志向が雷神を潰すについてです。宝塚の男役顔、オスカル千尋が MMA プラネットの取材で猛烈批判をしていました。もうこれはもう実は雷神には出たくないと千尋の方が山口会長に激高していったそうです。これ何かというと、まあ、大晦日の雷神について、大晦日の雷神っていうのは、1年間の結果を残して、一番優秀な結果を残して、本物だけが出る舞台だ。で、それにもかかわらず、渋谷での平本蓮くんが大量の人を集めたあの記者会見を見て激高したそうです。まあ、平本蓮 VS ヤーマン、アンポンタルキア VS サラクボチャンネル、で、篠塚たつき VS ブレイキングダウンの篠富澤さん、で、ジョー君、VS 有志という、まあ、お笑いではないですけど、エンタメ枠で、これが大晦日やるのか、ということを激高したそうです。ただ、言いながらも、渋谷であんだけの大人数を集めるのは、かなり大変です。それを実現したのが、平本蓮くんと言えるでしょう。そして、平本蓮、ヤーマン戦についても、あれはキックボクシングで、MMA ファイターと言えないんじゃないですか。ただの普通に新人王トーナメントですよ。アマチュアの、とアマチュア扱いしたのです。ただ、鈴木千尋はアマチュア扱いしましたが、僕としてはかなりレベルの高い打撃戦が MMA で見れたと思っています。堀口教授選手も平本蓮君のことに聞かれ、UFC 行けそうですかといったところ、まあ、3年頑張れば UFC も行けるんじゃないですか。根拠としては打撃という武器を持ってるからとのことでした。やはり一つ打撃という武器を持っていれば、他の部分を3年かけて修復していくといける可能性が高いということだと思います。でちなみに堀口教授選手もアマチュアシュート出た時にはかなりとんでもない圧倒的な強さで度肝を抜いたそうです。ですぐにプロに昇格しました。その当時は寝技ができるわけではなかったのですが、圧倒的な打撃力で KO の山を築いたのです。これが話題になりました。ですので逆に平本蓮君にしても、俺がアマチュア出てしまえば、もう相手としてはボコボコにされ、本当に危ないことになってしまうので、アマチュアレベルとはもちろん言えないでしょう。そして、オスカル鈴木が言うように、本物志向で結果残したものが大晦日が出るわけではありません。そのようにしてしまうと、雷神は潰れてしまうのです。雷神というのは、大晦日がお祭り騒ぎ。で、いわゆるサッカーのワールドカップや野球の WBC みたいに、お祭りではないですけども、一気にブームを巻き起こすような、一大ムーブメントを作りたいということで、格闘技の歴史において大晦日を盛り上げてきました。いわゆる男祭りではないですけど、祭りとしてやってきたので。そこで一般層、ライト層をいっぱい取り込んで、コア層に変えていく。そういうことによってファン層を徐々に徐々に増やしていきました。そして最近スーパーライジンをやり、夏のピーク、冬のピークで新規開拓しているのです。ここがないと、どんどんコア層ばっかり集まってきてしまい、ビジネスが成り立たなくなってきます。堀口教授選手のトップブライツのような大会であれば問題はないのですが、ライジンみたいな、まあ1万人、2万人、3万人を集められたイベントであれば、ライト層を広げていくのは絶対です。ですので、夏と冬に祭り、ライト層向けするのは大正解と言っていいでしょう。というのも、今回の大晦日、オスカル鈴木はかなり批判していましたが、史上最高のペーパービュー売り上げです。かなり売れたみたいです。その中には、やはりオスカル鈴木、ライジンフェザー級のチャンピオンいないですし、朝倉ミックもいない。にもかかわらず、史上最高だった。というのが、もう現実が示しているのではないでしょうか。で、大晦日っていうのは、柴田容疑者選手とサラコバチャンネルがやったり、ナスカ天使 VSX がやったりと、まあお祭り騒ぎです。あとはおしゃべり草野郎コーチとゴミ選手、まあ金玉おじさんとか言ってましたが、そういうカードで盛り上げていくのです。夏のスーパーライジンもそれを目指しています。逆に本物志向であった、一昨年のビラトール対抗戦は、実は売り上げがそこまででした。で、困った榊原さんは平本蓮くんに泣きついて出てくれないかということで急遽決まったのが平本蓮くんのボクシングマッチで梅野源氏選手のひょっとこ明太マッチです。これも蓮くんはドミニア戦でもそうなんですけども足を骨折しておりそれがまだ治ってないので靴を履いてのボクシングマッチになったのです。ですので本物志向というのはなかなか厳しいところがあります。ですので本物志向プラスエンタメ路線もやりながらライト層を取り込んでいくというのが正解と言っていいのではないでしょうか。というも、本物志向の本物といえば、やはり実力者の我らの造理界のプリンス、オギチャネルです。オギチャネルは、バンタム級トーナメント。まあ、堀口教授挑戦者決定戦と言われたバンタム級トーナメント。格の苦なトーナメントを、朝倉海平に勝ち、井上直樹に勝ち、そして王者になりました。で、誰もが望んで王者になり、僕は雷神が潰れるかなと思ったところ、救ったのが平本蓮君でした。で、しかも、今回、また、オギチャネルは去年の夏も、アーチュレッタと朝倉海平の試合がなくなってしまった時に、メインが飛んでやばい
ということで、家族だからと言って、雷神の家族として緊急出場したのがオギチャヌでした。そして負けました。こんな雷神の家族なんですけども、雷神側の扱いはひどく、雷神ナンバー2の榊原さんが、ツイッターで最近めっちゃ面白い YouTuber 見つけました、と、オギーの日常、オギチャネルの YouTube チャンネルを推薦したところ、笹原さんが、なんか気持ち悪そうな人なので遠慮しておきますと、無限に断っていたのです。これでオギチャネルは追放でしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。明日、プチデミー賞をやります。そしてプチ重大発表しますので、10時からご覧ください。あと、ロードトゥ USC の動画速報も出すと思います。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。